進路変更を誤らないように、ラインカラーが引かれている。早見インターチェンジは、大分県早見郡肘町大技、南畑にある東九州自動車道、日出バイパスのインターチェンジである。かつては、東九州自動車道の北側区間の終点で、大分自動車道早見支線の終点であった。早見 IC 大分メラインターチェンジ間は、大分自動車道と、 東九州自動車道とが、経路上重複するが、この間の2室 JGT 大板メラインターチェンジ、間の IC 番号をはじめ道路案内上はすべて、大分自動車道で統一されていた。また、宇佐べップ道路は、宇佐インターチェンジ早見 IC において、東九州自動車道に並行する、一般国道自動車専用道路として整備されている。2015年3月、ネクスコ西日本により、 早見支線と宇佐別府道路の故障を東九州自動車道で統一することが発表された。この二つの路線を直結した内方型の JCT としても強用されている。早見 IC が初めて開通した当初は一部平面交差の Y 字型インターチェンジだったが、後に日出バイパスの開通に合わせてジャンクションを兼用する複雑な構造をしたインターチェンジとなった。 東九州道から肘町中心部、大分空港、国崎市方面へ向かう際はこのジャンクション部分を利用する。別府湾からの空気が上昇することで冷却されて、水蒸気が凝結し、霧が発生しやすく、冬季には降雪するため、国土交通省のまとめた要因別高速道路通行止め時間では、2014年度に東 IC と日出 JCT 間が、 年間通行止め時間は約271時間で災害、悪天候の疑問で最悪となった。料金所には大分県警察高速道路交通警察隊の早見分中隊が併設されている。東九州自動車道から日出バイパスを利用する場合出発地から早見 IC までの通行料金と日出バイパスの通行料金が合わせて徴収される。日出バイパスから 東九州自動車道を利用する場合、早見 IC で通行券を入手し、目的地での流出の際に、日出バイパスの通行料金を合わせて徴収される。日出バイパスのみを利用する場合、上下線とも、早見 IC にて通行料金を徴収する。肘インターチェンジには、料金書はない。E10 と九州自動車道、大分農業文化公園インターチェンジ。 早見 IC 日出 JCTE97 日出バイパス早見 IC 肘インターチェンジありがとうございます。